はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日ついに3度の延期を乗り越え、劇場版閃光のハサウェイ公開されました。おめでとうございます。ついに、ね、ようやく悲願成就といったところでしょうか、ね、多くのガンダムファンが待ち望んだ作品、まあ、僕も待っておりました。で、初日からね、結構な方が見に行っておられたようで、ね、ツイッター見た感じ、いや、羨ましいですね。どんな内容だったのか、私気になります。が、ね、感想を聞いてしまったら見る楽しみがなくなってしまうので、まあ、どのタイミングで行くか行けるかって感じなんですけども、まあ、見に行きたいと思っております。はい。で、僕個人的に一番気になってる部分があるんですけど、ペーネロペのアクセント、まあ、厳密に言うとこのペーネロペに乗るレーンエイムが発するペーネロペの呼び方なんですよね。あのガンチャンさんで定期的に投稿されていた閃光のハサウェイ特集で、あのレーンエイム役の斉藤壮馬さんが登場された回でおっしゃっていたんですけども、そのレーンエイムだけペーネロペの呼び方が違うみたいなんですよね。最初は普通にアフレコしていたのかな。で、それじゃ面白くないとかなんとかで、で監督さんの方で、その斉藤さんの方にちょっと違う呼び方にしてみようみたいな、そんなあの提案があったみたいで、で、ね、レーンエイムだけがペーネロペの呼び方がね、違うみたいなんですよね。もう映画を見られた方はね、ご存知だと思うんですけど、そこがね、僕はずっと一番気になってる部分です。普通ならね、ペーネロペでいいと思うんですけど、ね、レーンエイムは果たしてどう呼んでいるのか、ペーネロペーなのか、ペーネロペーなのか、ペーネロペーなのか、ね、いろんなね、呼び方があると思うんですけど、果たしてどれが正解なのかっていうね。で、その、ガンチャンさんの閃光のハサウェイ特集で、古谷徹さんと、あと、及川光博さん、ね、この2人、このお二方が、トークされている、先行上映の後の舞台挨拶みたいな、その回で、古谷さんはペーネロペーは普通に呼んでたのかな。ただその及川光博さん、このミッチーがあのなんかちょっと違った感じのペーネロペーを呼んでいたように思うんですよね。うん、多分先行上映の直後だったから、もしかしたらあの呼び方がレーンエイムのペーネロペー呼びだったのかなとか、まあ、1回しかね見ていないので、まあ再確認はしていないんですけど、うん、とかね思っちゃったりしてます。はい、というわけで、まあね、早く見に行きたいっていう感じなんですけど、で、このガンダムウォーズにもね、その閃光のハサウェイ公開記念ということで、あの先月の頭に登場した閃光のハサウェイガシャがね、復刻ということで、ね、今日の12時に復刻で登場しましたね。映画公開記念 SWGF 6月11日12時から6月15日11時59分までの5日間となっております。で、まあ今日はこのねガシャチェックをしていく動画なんですけども、あの多分先月のガシャと内容は同じだと思います。チラッと見た感じ多分変わってない。で、変わってる部分がこのね、このクスイ、そしてペーネロペー、この2機体が情報修正、ね、早くも情報修正されたという、そこだけですよね。で、提供割合もあの 1% で同じでしたし、多分他の部分も、うん、でバッジとかこの辺も多分同じなんじゃないかなと、サポートキャラ、ね、この辺も
多分。ということで、特にガシャ解説はそんなに必要はないと思うので、まあメインはそのさっき話したねペーネロペーの呼び方が気になるっていうここです。でもうこれ話終わりましたので終わってもいいんですけど、情報修正ね、情報修正具合、何が追加されたんでしたっけ。まあ最近ね、先月出たばかりの機体なのでそんなに追加されてないと思うんですよね。どこかな、これですね。このスタートアップスキルに鉄壁効果ダメージ、あのザンブライザーね、あれと同じものが追加された感じですね。他はないのかな。うん、多分これが唯一ですかね。あと能力的に上がってるのかどうかなんですけども、まあそんなにと思います。まあ、この鉄壁効果ダメージですね。はい。でもう一人、ペーネロペー、あ違うね、ペーネロペーの追加されたのは、これですかね、追撃状態上無効、これですかね。他はどうだったかなっていううろ覚えなんですけど、状態上無効追撃は追加されたみたいですね。あとは変わんないのかな。うん、はい。なので、でペーネロペーは状態上無効追撃、そしてクスイは鉄壁効果ダメージといったね、この点ですよね。でまあ最初に登場した時から1ヶ月とちょっと経って、もうまたね環境もかなり変わっております。まあ、この映画公開記念ということでね、僕も引きに行きたい気持ちはあるんですけど、今の環境でねうまく扱えるかどうかっていうとちょっと自信がないですね。うん。で確率もね、まあ、公開記念に合わせてね前回よりも2倍の確率とかにしてもらってたらまだ引きに行ったと思うんですけど、まあ引きに行くならこっちですよね。このサザビー、この新サザビーの方を取りに行く方がいいのかなと。確率もこっちの方が高いですしね。なので本当にこの機体が好きとかね、まあ映画見た後だったら引きたくなるんだろうな。なのでまあ見てないメリットもありますね。見てないから引かなくて済むという、見ていたら単発でね何回かやってしまいそうですね。というわけで、まあ、単純に強さだけを求めるなら、まあ、断然この新サザビーになりますね。これを狙っていくのが良いと思われます。で今回のねこの先行のハサウェイ上映と同時にね、もしかしたらガンダムウォーズを始められる方もねいらっしゃるかもしれないので、そういった方におすすめなのはこの下のこの星4機体11体確定のオール星4ガシャ、これですね。始めたばかりの方はもうぜひともこれを引きに行くのが良いと思われます。はい。まあでも先行のハサウェイと合わせてねガンダムウォーズを始められるって方は、まあ一番欲しいのはやっぱりクスイとペーネロペーになりますよね。ただまあ確率は低いので、まあ本気でねガンを続けたいっていう方はまあ無理にね追わずに、もしかしたら来月ガンダムウォーズ5周年なので、そのタイミングでまたフェス限復刻でこのクスイペネロペ手に入れる機会があるかもしれないの でそこではね確率もアップしてるかもしれないのでね。なので強さに重きを置くなら、あとはダイヤのことを考えるなら、今はこのガシャはそんなに引くべきではないのかなと思いますね。まあとは言ってもね、映画を見たら引いちゃいますよね、きっと。僕も多分見ていたら速攻で引いていたような気がします。はい。
まあ、ね、惹かれる方は、まあ、ご分をといった感じですね。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。まあ、メインとなる部分は最初の方でお話ししたペーネロペの呼び方ね、レイエイムはどうペーネロペを呼んでいるのか、そこが僕は気になっているよというそこでございました。まあ自分の目で自分の耳でそこはね確かめたいと思います。それでは今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。